バリというのは何なのかというと、例えばこういう感じでね、一箇所ずつ貼っていってハイグレード模型用セメダインを、例えば R32 の GTR なんか、いきなりボンネットを切り離すような加工ははっきり言ってハードルが高いです。あ、説明しなくてもいいかな、説明した方がいいかな。本当にゼロから始めたい方向けの動画をこれからアップしていきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。とりあえずまず1台完成させてみてください。まずは1台組み立てる、1台完成させる、ゼロから始めるカーモデル作り。はい、どうも、今回はですね、筆塗り塗装の準備をしよう、その2ということでお話しさせてもらおうかなと思います。ですね、筆塗り塗装、今までね、まあ、前回の前シーズンではですね、基本的に油性マジックだけでやってきました。で、まあ、筆塗り塗装ってちょっとね、全くやったことがない人とかだったりすると、ちょっとハードル高いなって思われるかもしれませんけど、それにあたってですね、ちょっと準備の話はね、ちょっとちゃんとしておこうかなと思うので、ちょっと分けて話をさせていただきます。基本的には、絵の具で塗る感覚とほとんど同じと思ってもらっていいです。ただし違うのは、絵の具だと水で洗い落とせますよね。で、これは塗料の話をしてもらさせてもらった時に話したんですけど、基本的には、水では溶けないと思ってください。水性ホビーカラーとかだったら、まあ、乾く前だったら、まあ、ちゃんと洗い流せるんですよね。で、絵の具だと乾いてからでも洗い流せますけど、このプラモデル用の塗料に関しては乾いてからはもう落とせません。で、使ってるとね、例えばですよ、今ね、こうクリアオレンジこうパッと筆につけました。つけました。で、例えばこう塗りました。こうやって、まあ、今 ざっくりですよ、ざっくりやってますけど、このままほかっておくと筆というのは塗料によって乾いてしまいます。で、これを洗い落とす必要があるんですよね。で、筆のその、塗料の種類の話をした時に、こういうふうにね、ツールクリーナーとか、あとは溶剤とか、そういうのがありますよって話をしたんですけど、ここでいきなりジャバジャバやっちゃうと、この中のね、塗料自体がもうダメな、あ、塗料じゃない、溶剤とかクリーナー自体がもうダメになってしまいます。ダメになってしまうというのはどういうことかというと、よいしょ。今ちょっと紙コップがあるんで、紙コップでやりますね。今ね、ちょろっとだけ出しました。見えてるかな。で、ここでこうやってやると色が変わったの見えますかね。見えてるかな。こうやってね、色が変わっちゃいますよ。で、次に例えばこれをまた違う色を使ってで洗いましょうってやっちゃうと、この中がですね、いろんな色で混ざっちゃうんですよ。で、絵の具でね、例えば白を塗ろうとしたときって、ちゃんときれいに筆を洗ってからじゃないと、次の色をやろうと、例えばこう、違う黒とかを塗った後に白の塗料、塗装をし、白を塗ろうと思って、しっかり洗わずにこうやっちゃうと、白の中に、例えば黒い色が混じっちゃったりとかしますよね。で、筆塗りのこのプラモデルのこの塗料とかでも同じです。で、今回使う色に関してはよほどそう色移りとかはしないんですけど、ただね、例えば一色塗ってね、これ、これはちなみに800円ですけど、例えば、タミヤエナメルのやつだったら400円だったかな。で、やっちゃうと、もうそれだけでこう全部がダメっていうか、もうその色になってしまいます。なので、今回はですね、まあ、こういううちで扱っているこのブラシウォッシュっていうのがあるので、こういうのを用意していただいたりとか、あとはですね、小分けができる瓶、これはまあ今たまたま手元にあった塗料の空き瓶なんですけど、塗料の空き瓶なんでね、まあ、初めから用意はできないと思いますので、あとはね、スペアボトルっていうのがね、大抵の模型屋さんにはあると思います。要はもう元々色が入ってない、もう空の瓶が売られてたりとかしますし、そういうのとか、あとはですね、いいのは、海苔の佃煮の瓶、商品名はあまり具体的に出しちゃダメなんであれなんですけど、
ご飯、とか あの辺とかの瓶を用意してもらうといいと思います。要は、ガラスでできてて、で、かつ密閉ができる瓶を一つ用意してください。それに、この溶剤なり、スペア、あ、これ、あの、なんだ、ツールクリーナーなりを小分けします。自分がね、今もうこれ使ってても、まただいぶ汚れてきてしまいましたけど、こういうふうにね、分けておくことによって、全部をダメにする必要はないんですよ。なので、こうやってね、小分けできる瓶を一つ用意してください。で、紙コップでもいいんですけど、こうやってね。紙コップってね、蒸発していくんですよ。これもともと結局はシンナーなので、溶剤っていうのは。溶剤、まあシンナーっていうのは、もう皆さん、ご想像できると思うんですけど、すぐ蒸発してしまいます。水とかも一緒なんですけどね。で、蒸発してしまうものを、いくら小分けにして、こう、ちょっとずつ置いてたとしても、やっぱりね、一回だけ使ってポイはもったいないんです。なので、こういうね、小分けできる瓶に、例えばね、感覚的には、まあ、使われる、用意された筆によっても違うんですけど、筆のね、筆先からね、この辺ぐらいまで、もうちょっとあった方がいいかな。これ辺ぐらいまでかな。要はこの金具が見えるか見えなくなるかぐらいのところまで入れておいて、で、そこでこう、ジャバジャバ洗うような感じでやっていただくといいかなと思います。で、あとはですね、今ね、さっきね、こうやって試しにやった時にこうやって拭いてましたけど、ここでね、こうやってね、ジャバジャバやった状態でこのまま置いておくと、この溶剤自体がちょっとね、固まったりとかして、で、筆の劣化を早めてしまいます。なので、こういうね、ボロ切れとかね、もう使わなくなったタオルとかでいいです。あとはね、着な、あの、もう、破れちゃった T シャツとか、そういう布とかを用意しておくといいです。布もしくは、自分はもう基本的にね、ティッシュペーパー使ってるんですけど、ティッシュペーパーとか、あとはキッチンペーパーとかですね。そういうのを用意しておくといいと思います。本当はティッシュペーパーは良くないって話が聞きますけどね。なんでかというと、ティッシュペーパーって溶剤で溶けちゃうんですよ。なので、そういうやつを用意しておくといいと思います。で、わざわざ新品のタオルを用意する必要はないと思います。なので、その辺はね、皆さん、お手持ちにあるものを、なんなりこう、基本的にはもう、あるものは何でも使おうっていうのが、うちのこの08の、まあ、例えばプラモを作ったことがない人が持ってるものを何か用意することなく、もともと持ってるものをなるべく使おうっていうふうに進めていきますので、そういう感じでね、やっていただくといいと思います。あとは、塗料の種類の時にもお話しさせてもらったときと思うんですけど、これ汚れてもいい服装。どうしても塗ってると、塗ってたりとか、あとこうやってね、ジャバジャバやったりするときになると、どうしてもね、しぶきが飛び散ります。なので、あとはね、あら、救急車か。あとは、なんだ、文房具屋さんとかで買える、こうなんだ、工作マット。とか、あとは新聞紙。まあ、新聞紙はあんまりお勧めできないんだけどな。まあ、そういうね、もので、こう、周りをね、汚さないようにする配慮。ちょっとごめんなさいね。救急車が通ってくるまで待ちましょうか。その辺とかね、そういう、あとは、まあ、要は例えば、ご家族の人がいる場合はね、ご家族の人にね、またそんな汚れることばっかして、汚してとかって言われるのも嫌でしょ。趣味なんで。なんでね、その辺はね、皆さんが用意できるもので周りを汚さない配慮、自分が汚れてもいいという配慮、その辺はね、しっかりしてからやってもらいたいかなと思います。というわけで、今回はですね、筆塗り塗装の前の準備ということでお話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。